レインジャー8号は NASA のレインジャー計画で製作され、打ち上げられた月探査機、月面に向けて進み、月面衝突前の十数分間の高解像度写真の撮影が目的であった。ビジコンカメラ6台に加え、広角カメラ2台、境遇角カメラ4台が積まれており、それぞれのカメラが独立した系統の電源、通信を持つことで信頼性と安定性を増していた。 カメラ類以外の観測装置は積まれていなかった。レインジャーの6号機以降はすべてブロック3と言われる設計系統でどれも同じような構造になっていた。推進、電源ユニットの上に幅が1.5メートル程度の六角形の台座があり、上部には円筒部がついており、前高は3.6メートル程度であった。下部には展開式の太陽電池パネルとパラボラ。 高利得アンテナが積まれており、展開すると太陽電池パネルは4.6メートル程度。上部の円筒部にカメラ装置一式があり、先端に純無指向性低利得アンテナが搭載されている。推進用ロケットはヒドラジン単元推進薬で推進力は 224N。ジェットの方向コントロールは4枚のジェット翼で行われていた。高度。 姿勢などの制御は3台のジャイロ、主腹合わせて6台の太陽センサ、2台の大地センサなどから制御されており、窒素がスジェットで姿勢を維持した。電源は太陽光電源の他に銀アエン電池からの電気が利用された。通信は純無物構成低利得アンテナとパラボラ、高利得アンテナの2種があり、通信装置はそれぞれ波長の違う3種が積まれていた。なお、 通信用にビデオ信号は RF 信号に変換されていた。レインジャー8号の撮影した月面、サビン、リッターの両クレーターが見えている打ち上げに使われたアトラスアジェナワートラス 196D とアジェナ B6006 の組み合わせだった。打ち上げには無事成功し、レインジャー8号とアジェナロケットは地上 185km の宇宙大気軌道に乗せられた。 14分後、アジェナロケットの90秒の点火で、月線移道に乗り、数分後、レインジャー8号とアジェナロケットが分離した。分離後、太陽電池パネルと氷得アンテナが展開し、姿勢制御装置が働き始め、UT21 時30分分から通信は、無視向性アンテナから氷得アンテナに切り替えられた。2月18日、地球から16万キロメートルの位置で、 中間軌道操作が行われ、向きの再変更と59秒間のロケット転火が行われた。27分の操作の間、通信機の電力がひどく落ち込み、すべてのテレメトリチャンネルが失われた。これは、ロケットの燃焼中断続的に続き、その後通常に戻った。このテレメトリの喪失は影響が軽微であった。ガス到着の直前に行われる予定であった。 撮影範囲をより狭めるためのカメラの制御は、広範囲の月面を撮影可能にするために中止された。1965年2月20日に月に到着し、最初の画像は9時34分32秒 UT に 2510km の高度から撮影された。月面衝突までの23分間にわたって7137枚の高解像度写真が送られた。 衝突前最後の画像は解像度1.5メートルであった。月面に向かっては双極線軌道で低下し、入射前近角度は月の赤道からマイナス13.6度であった。軌道面は月の赤道から16.5度傾いていた。発射から64.9時間後の1965年2月初各時57分 36.756UT に月面座標。 N2.67 度 E24.65 度の静かな海に衝突した。なお、発表当初は N2.72 度24.61度とされていた。衝突速度は秒速 2.68km より少し小さい程度だった。ありがとうございます。